皆さんこんばんは、 MK です。ゼルダの伝説夢を見る島パート20やっていきましょう。今回は前回に引き続き亀岩の攻略やっていきたいと思います。これは下で合ってるんでしょうか。あれ待てよ、行き止まりじゃない。この辺の岩が押せるわけでもないんですけど、あれフックショットでもそっち側には行けませんよね。完全に行き止まりなんでしょうか。この先には、あー分かった、爆弾で壊せる壁がありましたね。上側から壊していきましょう。今回のマップめちゃくちゃ広いんで、このパートだけでボスまで行けるかはちょっと微妙なんですが、なんとか頑張っていきましょう。はい、下に降りたら宝箱が欲しい。上下だな。上下の岩を動かしてから真ん中だけずらしていく。素晴らしい。はい、でここチュチュを倒して、コンパスが反応しなかったので鍵ではないと思うんですが、地図だ。これはありがたい。やっと地図を見つけた。マイナスでマップ画面を見よう。めっちゃ広いじゃん。待って、まだ半分も行ってないの？そしてこれはよく見ると亀の形になってるんでしょうか。まあそんなことはどうでもいいんですが、こっからどうすればいい？結局進めないんですけど、これはフックショットでしょうか。うわ、なんか危ないな。これフックショット打つとマグマに落ちる気がするよ。落ちるよね。この辺が押せるようになってるとかなってた。はい、じゃあ元に戻って、これだな。これを動かして足場を作りましょう。どこに行けばいいんだ。ここか。とりあえず一番近い階段に向かっていきたいと思います。矢印をうまく使ってこっちまでの道を作る。上向きの階段ですけど、もう一フロアあるわけではないですね。なんだこれは、真っ青な氷だ。おう、冷たいぞ。冷たい。剣で切っても壊れないので爆弾か。いや違うっぽいな。待てよ、今回手に入る新しいアイテムなんじゃないでしょうか。爆弾じゃないですね。じゃあ一旦諦めて戻っていきましょう。戻れないよ。あれ、こっち側か。びっくりした。さすがに戻れなくなってるわけはないよね。はい、ここのビリビリに気をつけながら出てこないんだな。こいつらは壺を動かさなければ出てきません。悪魔、危ないよ。何なんだあいつは。はい、で今度は右側に向かいたいと思います。これをうまく使ってちょっと大回りになってしまいましたが、道を作る。ちょっと難しいんですよね。はい、で右に行ったらまた階段がありますね。これも登ってみましょう。また氷じゃなければいいんですが、氷なんかい。待って待って待って、これは押せるわけでもないですし、どうしようもないよね。そうだよね。わかった。じゃあここも氷があるってことだけは覚えていきましょう。こっち側に行ってもどうしようもないんですけど、とりあえずこれを取って、ここだ。爆弾で壊せる壁がありました。一旦避けながら爆弾で壊していく。いいぞいいぞ。はい、でこの先には何があるんでしょうか。クリスタルスイッチ？待て、これって今まであったっけ。クリスタルスイッチで動く仕掛けは見てないんですけど、とりあえず一回押してから進んでいきます。ここは待って、積んだな。どこに進めばいいんでしょうか。これか。一個鍵を持っているのでそっちに行っちゃっていいんだと思います。はい、一旦戻っていきますよ。今回は同じところをぐるぐるすることも多いと思いますが、なんとか皆さんついてきてください。はい、でここまた悪魔に気をつけていく。鍵があるのはこのルートか。多分あの石が動かせるようになってるので、一旦こっちまで走らせてここまでやればいいんだな。 OKOK。そうすればここの石を動かして上に行ける。で鍵が一つあるので進めるようになってると。なんでこれに先に気づかなかったんでしょうか。で右側は鍵で進めないので左側だな。左側に進んでいきましょう。悪魔なんでついてきた。はい、ここのプロペラキノコを避けながら下、ん？あれ？無理じゃない？これは進めないので、え？待てよ、これ積んでないか。ここの鍵持ってないんですけど、これ、いやあれも絶対違うよ。だってって一回、いやーは倒せたのに。あれもさ、真っ暗なところで火をつけるパターンだったんですけど、火をつける方法が分かんなかったんだよな。ちょっと離れたところにあったので、あれ、この辺に壊せる壁とかありませんよね。え、積んだじゃん。全然分かんないんですけど、鍵ないよ。ここの下に行っても、え、待った待った待った、完全に分かんない。完全に積んでいる。え、待って、全然分かんない。ここで、あれ、小さな鍵が足りないですよね。ここに入ったら確かこっから出る。でここに入ったらこっから出る。こことここは新しいアイテムがないといけないんですけど、え、待って待って、積んでない。どっかでまた爆発できる壁でもあるんでしょうか。分かんねえ。ちょっと待った。
一旦お前邪魔だから倒しておきたかったんだけどどっか行っちゃった。こっち側行きたい。待って、一旦そこの通路が気になるんですけど行けないな。戻りましょう。戻って、そ、あば、もうなんでそこ壁貫通する。はい、でここを動かしたらこっち側行ってみますか。え、違うよな。ここの上に行ったところで何も状況は変わらないんですけど、え、待って、全然わかんない。壁がどっか壊せるようになってんのか、わかんねえ。一旦これを動、あーだだだだ、一旦これ、あれ、そっち出れない、そっち出れない感じなんでしょうか。じゃあ戻りましょう。はい、こっちを通って、うーわ、戻れなくなった。積んでるじゃん。え、いや待て、でも逆にだ、積んでるっていうのはありえないんですよ。これって多分ね、戻れなくなることはないので、どっかで積んでないルートがあるはずなんですが、これか、あれ、待てよ、いや積んでるのはありえないんだよ、積んでるっていうのはありえないんで、え、あ、上だわ。こう行って、こう行って、ここで降りるんだけど、ここで、え、全くわかんない。ここ登る、ここ登っても何も関係ないよね。え、待った待った待った、完全に積んでる。ここ、こっち側入って爆弾で壊せる壁があるとか、あ、待って、それじゃない、そこの下爆弾で壊せる、もしかして。ちょっとだけひびが見えるんですけど、でも壊れたところでな気がするな。一応壊れはしましたけど、だから何って感じじゃない。うわ、だから何、おっと、待った、ここだ。ここでコンパスが光ってるんで、これだな、これで全部埋めるんだと思います。なるほど、それは気づかんかった。はい、こう来てこう来て、全部綺麗に埋めていきましょう。めっちゃむずいじゃんここのダンジョン。はい、でこう来てこう来て、いいぞいいぞ、ラストちょっとだけ OK。 これで多分小さな鍵が手に入りますね。分かりにくいわ、めちゃくちゃ分かりにくいじゃん。チュチュが危ないよ。はい、ここは小さな鍵を取ったらさっさと退散しましょう。でこれどっち側が正しいのか分かんないから、とりあえずオレンジにしておく。そしたら戻れないんだよね。戻れないんだ。結局一周回らないといけない。はい、上に行ったら下に降りましょう。同じとこをくるくるするゲームになってしまっているんですが、皆さんついてこれていますでしょうか。ほんと難しいぞここのダンジョン。はい、でここの悪魔を避けながら、なんなんだあいつは、一回倒しても復活してくるからね。はい、で今度こそあっちに向かいましょう。こう来て、そこでちょっとだけ上に上げる、素晴らしい。そうすればそこの岩が押せるようになって、今度は右側ですね。やっと進めるわ。新しいアイテムさっさとくださいよ。新しいアイテムさえ手に入ってしまえば早く進めるんですが、危ないって。なんで当たった、もうびっくりさせないで。はい、でここ投げたらどっちが正解、待てよ。とりあえずこっちに行きましょう。上側に行くと戻ってこれなくなるので待てよ。上側が正しかった説もあるな。いや、一旦ここはフックショットで進んでいきたいと。なんで出てきた、めちゃくちゃいいタイミングで出てきたんですけど、上ではないよね。上には何もなさそうなので、下を通って進んでしまいましょう。はい、でここでどこに出るかが問題なんですが、全然違うとこ出たよ。え、全然違うところに出たんですが、とりあえずこれで回復&補充していく。そこの宝箱は取れないですよね。あれ、じゃあ来た意味はなかったんでしょうか。戻りましょう。ただの補充ポイントだったんでしょう。ってことはさっきのところは上に行くのが正しいんだな。多分ね、中ボスとかが出てくると思うので気をつけながらやっていきましょう。フックショット危ないな。フックショットの途中でもバブルは食らうみたいなので、そこは気をつけながらやっていきますよ。ここだな。はい、そこ一回ガッチャンコさせてから進んでいく。ボス戦じゃないですか。違うんかい。待てよ、壊せそうなものがたくさんあるので一応全部壊しておきましょう。コンパスが反応しているわけではないので、鍵が隠されているっていうわけではなさそうですけど、とりあえず壊すよ。とりあえず全部壊して、意味ない、全部壊したんですけど、あ、矢印だ、矢印の形になってますね。ここも壊していきましょう。はい、爆弾で壁を壊して進んでいく。この先には真っ暗だよ。真っ暗で何もわかんないんですけど、かつあれだな、小さな鍵が必要なので一旦これは退散しましょう。コンパスも光っていなかったので、光をつければ鍵が出てくるっていうわけでもなさそうだ。地面が危ないな。待て待て待て、これは非常に地面が危ない。だだだだんだんだん、こうなるんだよ、すぐこうなってしまうんですが、とりあえず倒していく。待て、無理じゃない、これちょっと待って、この辺の足場がなくなってしまったら詰んでしまうんですが、はい、ここはジャンプして、これジャンプしながら切ればいいんだな、ジャンプしながら切ればなんとかなりますよ。はい、で鍵が目の前に出てきた。そっちまで戻るのも一苦労なんですが、はい、ここでハートを取りながら戻っていきましょう。 OK、 戻る、
戻ってここの鍵を開いちゃってもいいんですけど、とりあえず左側に行きましょう。うわ、大嫌いなんだよな。なんでいるのここに。なんで？待って待って待って、あんたらだけは来てほしくなかった。もう3回目じゃない？めっちゃ気持ち悪いんだって。ほんとやめて、ほんとやめて。マジ鳥肌がすごい。うーわ、ほんと気持ち悪い。ほんとやめて。はい、そこ食べて、早く。ほんとやだ、ほんとやだ。皆さんこれやばくない？なんでみんなこれのキモさをもっとコメント欄に書かないんでしょうか。これめっちゃキモいよ、ほんとに。うわわわわ、ほんと気持ち悪い、ほんと気持ち悪い。そっち行き止まりだよ。何やってんの。はい、でここ投げて、これ食べて。なんで食べないの。はい、でここ、あー、ほんと無理、ほんと無理、ほんとに無理だこれは。待って待って待って、実況にならない、気持ち悪すぎて、気持ち悪すぎて実況にならないんですが、これでさっさとやられてください。妖精を出してくれるのはありがたいんですけど、待って待って待って、あー、これ食べてくれた、ありがとう。え、まだか。今のでやられたかと思ったんですが、待って、2回ぐらい口を開かないので、その間は無視して、そろそろ口を開くんじゃない。この辺で投げれば食べるでしょうけ。なんとか2匹倒しました。で、宝箱がどこに出てくるの。あれ、待てよ、そっち側は無理じゃない。あれ、待て、そっち側の宝箱は今取れないんですけど、ここから、あれ、どうやって取るんだ。全然わかんないんで、とりあえず進んでしまいましょう。あそこ、戻ってこれなくなるんだよな。戻ってこれなくなるけど、一旦行きましょう。何か大事なアイテムかもしれません。秘密の薬だ。マジか、それはもう塗ってるんだよな。戻れないよねこれ。これって、待って、ペガサスの靴じゃ戻れませんよね。うわ、どうしよう。落ちても、やり直しはそっちからだよね。うわ、一回戻んないとダメですね。はい、わかりました。じゃあ、この辺をもう一回補充して戻っていきましょう。うわ、来る必要なかった。はい、で、そこの鍵を先に開けたいと思います。力のかけらはいいや。もうこの際、無視していきましょう。待てよ。ボス部屋の鍵なんですけど、持ってないな。ボス部屋の鍵は持ってないので、とりあえずスルーで。はい、でそこはどうやって登ればいいんですか。とりあえずこのアババも悪魔を倒す必要があるみたいだ。危ないな。まあジャンプしながら切るのもいいんですけど、ブーメランも有効だったので、ブーメランもうまく使いながら戦っていきたいと思います。 OK、 ピヨピヨしている間に切っていく。いいぞ。はい、でここ分裂したとこ切って。危な、なんで当たった。はい、で今度は上か、こっち側でしょうか。一旦妖精拾っていきましょう。妖精の瓶にはもう2匹入っているので関係ないですね。はい、で上に登ると外に出た。え、待って、いいのこれは。外に出ちゃったんですけど、プテラノドンが危ないよ。そしてハートのかけらゲットしました。残り2つだった。あ、4つ揃った。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。プテラノドンが危ない、プテラノドンが危なすぎる。こいつを先に倒しておきたい。 OK。なんなんだあいつは。で、ここにもいますね、プテラノドン。そしてワープポイントを設置できます。これはありがたい。ワープポイントを設置しておきましょう。タルタル山脈西、いや近いな。まあいいや、亀岩設置できました。で待てよ、こっち側に入れってこと。特に何もないので、じゃあ入ってしまいましょう。貝殻とかあるかなと思ったんですが、はい、で上に行くと、待てよ、うわ、そういうことか。ここから出ちゃうともう宝箱がないので、上からあいつらを倒す必要があるんですね。はい、じゃあこいつらを頑張って上から倒していきましょう。オッケーオッケーオッケー。なんで2回も戦わないといけないの、もういいって。妖精が欲しいところなんですけど、それは手に入らない。オッケー、これでなんとか宝箱が手に入りますね。宝箱が上に出てくる。ボス部屋の鍵か。そろそろボス部屋の鍵でもおかしくないんですけど、中身は何なんでしょうか。小さな鍵、小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉が開くぞ。これはこっからどうすればいいんですか。小さな鍵がこっちにあるので、右側から戻っていきましょう。なんであいつら復活した。え、なんで、全然わかんないんだけど、なんか復活していました。はい、でここ下に降りたら、この矢印の通りに進みますよ。一旦チュチュを倒して爆弾を補充していく。もう一回壊す必要はないですね。はい、でここに入ったら一応明るくしますか。一応明るくしながら進んでいきましょう。はい、ここジャンプ。待って、ジャンプになってない。 Y ボタンはジャンプっていう私の中での決まりがあるんですが、はい、ここも明るくしたら小さな鍵で開いていく。特に明るくしても何も出ないんですね。じゃあ進んでしまいましょう。また鍵だよ。え、鍵ないって。とりあえず、ここ2つ明るくしましょう。そうすれば謎が解けるかもしれません。解けないな。え、待って、とりあえず進みましょう。先があるので進んでいきます。また暗いんだけど。
全然見えない。待って待って待って、本当に見えないんだけど。その小さなヘビがいるのはなんとなくわかるんですが、こいつらババババ、そのプロペラキノコを倒したい。プロペラキノコを倒せば明るくなるんでしょうか。ならないね。え、待てよ、ここに灯して、あそこもか、暗くてよく見えないんですけど、ここだ。そこに爆弾で壊せる壁がありました。壊していきましょう。なんで暗くなってるの。はい、でそこを爆発させたらもう一回明るくしましょう。上側にも進めるような場所があったような気がしたんですが、上はないか。いや暗くて見えないんだけど、これだとしても暗くて見えません。はい、でここ下に降りたら、え、結局小さな鍵が足らないのか。どこで逃したんでしょうか。こっち側だな。わかりました。じゃあ戻りましょう。ワープポイントを使ってもいいんですけど、一旦ここでマンボウのマンボウを吹いてもダンジョンの入り口に戻ってからなんですよね。もうそんなことしてる暇があったら歩いた方が早いと思いますが、危ないな。待て、危ないことを考慮するとも、あー待って、ワープした方が早かった気がする。いやいや、もうここまで来たらワープポイントを使わずに進んでいきましょう。ここで一旦上に行くのか。一旦上に行ってさっきの地面が落ちまくるゾーンに行く必要がある。でこっからさらに左にずっと進んでいきましょう。ボス、うーわ、こいつらのとこ通んないといけないんだったらワープした方が良かったな。こいつらはガン無視して進んでいって、こっち側もまだ左ですよね。まだまだ左に行きましょう。めっちゃマップ広いじゃん。なんでこんなマップ広いの。まあ最後のダンジョンだからね、それなりに時間がかかるのは予想していたんですが、危ないよ。でここでさらに左だな。はい、ここのヘビを倒して、なんなんだあいつは。はい、でここ上に登ったら、あれ待てよ、無理じゃない。そっち側には行けないですよね。あれ、まあここでこの悪魔を倒すのはいいとして、下か。なるほど、ここは下ですね。下に行ったら何があるんでしょうか。ピコピコンってなっている。こいつらもうややこしいんで、ブーメランで倒してしまいましょう。ブーメランで倒せば妖精が手に入るかもしれません。妖精が手に入りました。はい、でここにフクロウさんがいますね。怪しき一つ目の石像、その目を、ん、その目を矢にて射抜くべし。こいつだな。わかりました。じゃあこいつを矢で射抜きましょう。あるよね。まあさっきだいぶ補充したのでありますね。上から撃っていく、素晴らしい。これで小さな鍵が一つ手に入りました。さっきの場所に行ってもいいんですけど、待てよ、結局ここを解除したところでここを解除できないんですよ。なので一旦先に進みたいと思います。下側で合ってる。下側は違うか、行き止まりでしたね。まあこの辺回復できたからいいとしましょう。そしたらまた左だな。左側に行って、あの宝箱から小さな鍵の2つ目が出ることを祈りましょう。なんだこれは。はい、ここガーダ、危ない。なんで2発撃った。あいつ1発ずつしか撃たないんじゃないんかい。はい、でこの中から小さな鍵 OK。 これで戻っちゃってもいいんですが、どうせだったらこの上行きたいと思います。先に上、待て、こっち側、いや行ってもしょうがないな。ここが真っ暗な部屋だったんで戻りましょう。戻れない、戻れないよ。あれ MK さん、戻れなくなってしまったんですけど、これはどうすればいいんでしょうか。一旦下に行ってリセットしてからだったらいける。ここ真っ暗なんだよね。いけるな。あそこ真っ暗だから今のところ行っても意味ないので、あいつを凍らしていく、危ないな。はい、でここさらに右に行って上ですね。上に行ってから、あれなんだ、わかんないわかんない。そっち側、いや行っちゃっていいのか。戻りましょうか。戻ってもいいのかもしれません。でここですね、ここの鍵を開けてもう一回こっちに来る。そしたら待て、あ一旦これか、一旦これ明るくしましょう。そうしないと今度こそ見えません。明るくしたらフックショットですね。フックショットでそっち側に、あーだだだだ、フックショット、あーもう嘘でしょ。なんでそうなるの。一回戻ります。今ので、明るさはリセットなんでしょうか。リセットでした。まあいいや、明るくなくても進めますね。さっきのでだいたい地形は分かっている。はい、でこの下に入るとまた地下通路がありますよ。バブルに当たらないようにやっていきましょう。これ危ないな。待て、バブルに当たって、あ一旦ここにいればいいのか。ここにいればバブルに当たりませんよね。大丈夫ですかこれは。 OKOKOK。 うーわこれもむずいぞ。バブルどっから出てくるのか見てなかったね。そっち側でした。ジャンプして間に合った。 OKOKOK。 はい、でここ上に登ったらクリスタルが、嘘でしょ。待て、クリスタル、うーわクリスタル、あ青、うわうわうわ、なんかいる。
なんで、うわ、もう一回戻んないといけないじゃん、クリスタルのせいで。なんだお前は。待て待て待て、これ倒せない感じ、これ。あー、落ち着け。こっち側からなら倒せるんでしょうか。待て待て、無理じゃない、一旦。あ、こいつが壁に行ったところを狙って剣で切っていきましょう。壁行って、早く壁行ってください。オッケーオッケー、ここで剣で切っていく。いいぞいいぞ。あ、連続攻撃すればなんとか当たる気がするんですが、ピヨピヨしている。やめてください。あ、ジャンプ切り違うな。待って、強い強い強い、普通に攻撃力が強い。落ち着け落ち着け。はい、そこ行ったところで後ろ側から切っていく。なかなか時間がかかる敵ですね。はい、そこ早く壁に向かって衝突してください、早く。はい、壁に向かって行ったところで切っていきましょう。こいつは初めてですよね、今までの中ボスにはいなかったと思います。 OK、 2発入りました。まあ何発こいつ、めちゃくちゃ時間かかるじゃないですか。ピヨピヨしている。やめてやめてやめて、ほんとやめて、ほんとやめてって言ってる。バカトントントン。あ、後ろから、うわ、攻撃のタイミングを逃しているんですが、ここジャンプして後ろ側から切っていく。いいぞいいぞいいぞ。はい、これ後ろ側 OK。 なんだったんだこいつは、いきなりボクサーなんですが、さすがにボクサーでも剣には勝てないでしょう。おっと、これが出たってことはそろそろゴールが近いんだと思います。で、ここなんだよね、戻んないといけない。マジで言ってる。まあまあまあ、ワープポイントがあるからまだいいんですけど。もうこの一作業だけでめちゃくちゃ大変だったんですが、なんとかここが通れるようになりました。これがボス部屋の鍵か、新アイテムなんじゃないかな。新アイテムだ。なんだこれは。マジックロッドを手に入れた。燃やせ燃やせ、焼き尽くせ。焼き尽くす。これがあればあの氷は溶かせそうですね。これは残りの玉数とかはないんでしょうか。おお、すごい。これがマジックロッドの力。一旦戻ります。どうやって戻ろう、どうやっていけばいいでしょうか。ワープポイント使った方が早いな。ワープポイントでさっきの氷のところまで戻っていきますよ。もうマップはほとんど埋まってるので、ほとんどっていうかボス部屋のところ以外は埋まってないんだ。ここだ、あそこの奥にボス部屋の鍵があるんだと思います。はい、ここ進んで。危ないよ、さっき言っといてよかったね。さっきの氷のところに向かいましょう。こうして足場を作ったらそこの階段だね。2箇所氷があったと思うんですが、とりあえずここから行きましょう。マジックロッドで溶かしていく。よし、オッケー。なんでこんなに難しいんだ。はい、左に行ったら待てよ。これは考えながらやんないといけないやつなんですが、上か、上だけを溶かせば進めるようになる。 OK。 リンクは1段分しかジャンプできないんでね。はい、でここ下に降りたら、ここはどこですか。嘘でしょ、小さな鍵ないよ。嘘だ、小さな鍵ないんですけど。これか、待て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 、あ、わかった。うーわ、やらかしてる。また一旦こっちに来て、あそこだな、あそこをフックショットで行って、この中に小さな鍵が。あれ、でもコンパスが光ってなかった。50ルピーじゃん。待った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 、じゃあ何なんだ、じゃあ何なんだ、ここの小さな鍵は。あ、これだ、ここに先に行く必要があるんですね。むず。なるほど、これは下に行けば行ける。めっちゃむずいじゃんこのダンジョン。何、はい、でここは左か、左に行ってから下ですね。はい、ここの凍らしてくるやつはビームで跳ねか。なんで2発撃つの。1発まででしょうに撃っていいのは。はい、でこの下に行ったらここだな。これをマジックロッドで火つける必要がある。そうすれば小さな鍵が出てきそうですね。マジックロッドを使って火をつけましょう。 OK。 こんな簡単な方法があったとは。 OK、 ダブルで火がつきました。そしたら小さな鍵だよね、大丈夫だよね。これが小さな鍵じゃなかったら今度こそ私は分かりません。小さな鍵であってください。 OK、 小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉が開くぞ。待てよ、これ終わんないな。30分以内にボスまではちょっと無理そうなので、亀井は3パートに分かれてしまいますが、今回はまたここで一旦切りたいと思います。次回こそボスを倒しますので、ぜひお楽しみにしておいてください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。